徳大寺家は、日本の公家、家族。藤原氏北家館陰流の流れを組三条家や、西園寺家とは、姉妹家。公家としての価格は聖家や、明治以降は、家族として、徳大寺サネツが公爵を授けられ、後にその公により、公爵に昇釈した。家業は増え、通詞は公と身を交互に用いる。過疎の左大臣、徳大寺サネは、 下ン流の流祖である、大城大臣、藤原金星の五世孫、兼大納言、藤原金座根の四男で、平安時代末期に、ストク、五白川両帝の国母となった、大権門院の同母兄にあたる。サネイは、クズの軍医笠岡の西南六に三荘を営み、その中に、自物堂を建てて、これを絵大事あるいは、特大事と呼んでいたが、後にはこの三荘自体が、 特大寺殿と呼ばれるようになり、これが、加盟の由来となった。江戸時代には、近利北の釘屋敷の一角、今出川からすま、東いる北側に屋敷を構えていた。その跡地には明治になって、家族会館が建てられ、戦後は、同志社大学が取得して、同大学大学院の図書館が建てられたが、 カラスマ・今出川交差点と京都芝スのカラスマ・今出川停留場の間に今日も佇む、旧徳大寺家の表門がかろうじて王子の名残を、その地に止めている。家門は、木工門の一つ、木工、東花不占領。現在十大家門にまで数えられるほどに、日本全国に浸透している木工門を家門として、最初使用した絵としても知られる。幕末には、 養子が続き、第二十七代、実権のジップは、高塚佐助平、二十八代、金とのジップは、高塚佐助平である。このことから現在に至るまで、徳大寺家の当主は、天皇家と同じ官員宮家統であり、東山天皇からの男子団系として続いている。明治維新後、徳大寺佐熱爪は八百八十四年に公爵に助され、九百十一年には、 他年の功により、功績に昇縮した。また、サ熱根の三男、徳大寺時丸は分家して断縮に除されている。太字は、当主、実践は、実施、転戦は、要使。国立歴史民族博物館の、急校給料取り調べ庁データベースより算出した、幕末期の特大寺家量は、以下の通り。ありがとうございます。